奴は今どこにいる？死柄木！ふざけるな、うせろ、消えろ、お前が嫌いだ！古豪グラントリノ、エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、少ない情報と時間の中、みんなの協力でついにヴィラン連合を追い詰めた。だが、死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体はヴィラン連合や爆豪少年を飲み込み、どこかへ連れ去ってしまった。さらに黒い液体から大量の脳無が現れ、我々の前に立ちはだかった。まさか、まさかこれは。爆豪少年、ノー、乗れ、私も連れて行け。そんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。行くならとっとと行くがいい。ああ、任せるね。飯田君を含めた僕たち5人は、発信機が示したという神奈川県横浜市上の句に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは、保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時、せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら、一瞬の出来事、何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオール・フォー・ワン。ようやく会えたな。グレッツストーリー。
恐怖で体の動かない僕たち。その時、目前にガッチャンとヴィラン連合たちが現れた。ワープしてきたのか。いや、それよりも何かガッチャンを救う方法はないのかと探していた。その時、あの人が来た。やはり来てるな。また僕を殺すか、オールマイト。全て返してもらうぞ、オールフォーワン。レディークラッシュ。生活よ。随分遅かったじゃないか。バーからここまで5キロ余り。僕が脳無を送り、優に30秒は経過しての到着。衰えたね、オールマイト。さらこそ、なんだその工業地帯のようなマスクは。だいぶ無理してるんじゃないか。その程度。負けるのはいいか。予想が諦めるとでも。ここまで。平和の象徴は負けになど屈さない。さらばだ。憎い。やりすぎたかな。ウィーン。貴様の未来は私が砕く。アメイジング。ニューストーリーズ。5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。喜べリスナー。